皆さんこんにちは私は青森空襲を記録する会の理事相馬新吉です今日は2021年1月31日明日からもう2月早いもので2月です青森市内もう昨日も吹雪でして私昨日からうちの外に一歩も出ておりません今日もまたちょっと風が強くて 雪が少し待ってるような感じです。プラス去年からのコロナウイルスの感染青森県内でも昨日も、えー、学校でクラスターが発生したということで、えー、感染が止まりませんこういう中私は高齢者ですので、えー、まあ雪もあるんですけどもコロナで、えー、感染してまだまだ死にたくないので。 こういう具合に、えー、YouTube を使って情報を発信したりしてあるいは Zoom を使ってテレビ会議で、えー、知り合いとかそれからあ同じ同窓の投稿の人、えー、インターネットで Zoom で、えー、テレビ会議をやりながらディスカッションしたりいろんな情報交換したりしているこの頃です。 今日はこれから、えー、昭和53年にですね、第三文明社という出版社から出された戦争知らない世代へ38青森編、えー、六つ腕を染めた炎というのがあります。昭和53年ですから1978年、今から43年前の本になりますけれども、250ページほどありまして、 えー、青森空襲の記録集としては、素晴らしい記録集だと思います。この奥づきを見ますと、創価学会の青森の青年部の方々が中心になって、いろんな方からあ証言を投稿してもらって、一冊の本にまとめたようでございます。意外とこれは、この本は、あの、知られていないようでありまして、今日は、 その中からあ山積みされた死体を前に、これは匿名の方の投稿ですけれども、それを朗読して皆様に、えー、ご紹介したいと思います。山積みされた死体を前に、匿名。それは私がもう床につき寝ている時でした。時間はよく覚えていませんが、 警戒警報が発令され、森岡から帰ってきていた兄に無理やり起こされました。私はそんなにひどいことにはならないと思い、防空壕の中に逃げようとしたのです。しかし、森岡にいて空襲を経験していた兄は、防空壕などは何の役にも立たないからと、ともかく持つものも持たないで、政務所通り近くにあった私の家から、浦町駅の裏の田んぼへと、 約半里以上あるる道のりりを逃げることになりました私の家には年老いた祖母がいましたが一緒に連れて逃げる余裕がなくやむなくその場に残してくるしかありませんでしたしかし今思えば本当にかわいそうなことをしたと思えてなりません私たちが家を出たのが早かったのとその頃にはほとんど周りの人も疎開していて その場にいない人も多かったため裏町駅にはそれほど人もなく私と母と兄の3人暗い中を逃げました私には B29 の姿は見えませんでしたがずっと遠くの方からゴーンともキーンともつかぬ何か異様な音が聞こえていたように思えます 駅の前に来ると随分たくさんの人たちが何か不安げな表情で集まっていました。もちろん避難してきて逃げてきた人々でしょう。その周りはただどこまでも広い田んぼが続いている場所で静かで物音一つせず人々の話し声やざわめきだけが聞こえる平和なところでした。市街の中央の方を眺めると いくらか空が明るくなっているようでしたが、それ以上のことをそこから想像することはできませんでした。誰があんな大惨事を考えることができたでしょう。そこに来た人たちは、それぞれ話をしながら、そこここに固まっていましたが、中には川の中を逃げてきたらしく、焚き火をして自分の衣服を乾かし始める人々もいました。ともかく、 しばらく落ち着くまではその場にじっとしていた方が良いと祖母のことが気にかかりながらも朝方の4時ごろまでまんじりともせずそこに避難していたように思います。夜もしらじらと明き始め辺りも薄明るくなって空襲警報も解除になりやっと落ち着いてきたのですが私たちはまた家に戻るわけにもいかず 包川の鉄橋を渡り、そこからまっすぐ富山へと向かいました。富山とは今の青森温泉のあるあたりで、そこからは4里ほどあったと思います。父はその日、郵便局の仕事で留守でしたが、父が仕事で富山に来たとき、何かあった時には頼むとお願いしていた人がいると普段から聞いていたのです。 その農家の馬小屋の隣の部屋を借り、疎開生活が始まりました。数日の間は町が落ち着かないからと何日か経って初めて降りていきました。全滅らしいと噂には聞いておりましたが、その時の私の初めての衝撃を何と言葉で言い表したらいいでしょうか。とにかく、 丸焼けになってしまった青森氏を見渡し、すごいな、と今初めてこの空襲がどんなに大きいものだったか知ったのでした。当時16歳だった私にも戦争の恐ろしさがひしひしと身に迫る思いでした。しかし、もっと怖いものがありました。それはクラマンキの攻撃です。外で仕事をしていると、 突然どこからともなくギラギラとした期待を表し、たとえ相手が何であろうと容赦なくバリバリと狙ってくるのです。だから常に防空頭巾を肌身離さず持っていなくてはなりません。ですから仕事中でもグラマン機がやってくれば、荷物も何も投げ捨てて必死に防雪工の中や防空壕、倉庫の中などへ飛び込み、 そしてグラマン機が飛び去るまでじっとずくまって隠れていなくてはなりませんそんなことはしょっちゅうでしたまたある時漁船や連絡船の中の死骸を片付けるから希望者は来いという知らせを聞き私も行ってみましたどこの岸からかはわかりませんが岸辺からランチに乗って沖の貨物船に船をつけ 上からランチの中に入って人の死体を下ろし山ほど積んで岸辺に運んでいくのですどれもこれも真っ黒焦げで前も後ろも全くわからないようなものばかりです腕が片方もちぎれていたり足がないものどれもこれも満足に舞台揃っていないものが多く目を背けたくなるようなこれが死体か と思うものばかりでしたさすがに私も気味悪くなって一度ランチに乗っただけであとはすぐにやめてしまいましたああいうものはもう二度,二度と見たくはないと思いました疎開の生活もとても苦しいものでした毎日の食料を手に入れることが大変なのですしかし昔は 苦しかったけれども、大体みんな生活の状況も同じで、貧困の差もあまりなかったように思いますが、今の世の中は同じ人間同士でありながら、なんでこんなに差が出てきたか。これも戦争がもたらした結果でしょうか。私には、なぜか食料がなくても苦しくても昔の方がずっと生きているという充実感があり、生活しやすかったように、 思われてなりません、えー、以上が当時16歳だった方の多分、うん、あ男性ですねの方の匿名さんの、えー、投稿文の朗読の一節でございます、えー、連絡船の死体を片付ける話が出てきましたけれどもこれは確か昭和20年の青森空手が8月 7月28日でしたのでその2週間ぐらい前の7月14日15日、えー、この2日間集中的に生還連絡船が狙われましたのでほとんど全滅です、えー、その船に乗ってた方で犠牲になられた方の、えー、死体の収容という、えー、ところの場面も、えー、文章に書かれておりますけれども 私は数多くの証言集を読んでますけれども連絡船で亡くなられた方の遺体の収容の一文は今日初めて目にいたしました。これは本当に貴重な投稿文だと思います。以上、今日は山積みにされた死体を前に匿名の方の一文を朗読して皆様にご紹介いたしました。 ご清聴ありがとうございました。